47都道府県をつなぐ聖火リレーは、新型コロナウイルス感染症対策を万全に、安全最優先を進めていくことが大変重要だと考えております。来月、福島県を皮切りにスタートする聖火リレー。静岡県内では6月23日から3日間の日程で、初日の湖西市をはじめ22市町26区間を結ぶことが予定されています。大会組織委員会は昨日、聖火リレーでのコロナ対策についてのガイドラインを発表しました。ガイドラインでは、沿道での観客観覧自粛は求めず、大声を出さない拍手での応援をすること、過度な密集が発生した場合は聖火リレーを中断することなどが盛り込まれています。コロナ対策などをまとめたガイドラインが発表され、県の担当職員もその準備に向けて追われています。県のオリンピック・パラリンピック推進課では、今年7月に県東部を中心に行われる自転車競技に向けて現在も準備を行っています。そんな中で突然浮上した聖火リレーの新たなガイドライン、県の担当者は、誰がどのように決めるのかとか、密を排除するために、誰が責任を持ってその安全性を担保するのかって、ね、まだ見えないところが多くて、正直ちょっと戸惑っている。新たなガイドラインでは、聖火リレーについて配布グッズなどを活用した応援をお願いしますとしていますが、具体的なイメージができないため、現場を指揮する職員は困惑しています。まず配布物、どういうものが配布されるかというのはまずちょっと示されていないので、ちょっとわからない。拍手でやってくださいっていうのが、どうやってですね、誰かその人を置いてそういう指導をするのかっていうような、具体的なその安全性の担保の仕方がちょっとまだ見えてこないな。県内の聖火リレーのスタートまであと4ヶ月ほどしかありません。県は大会組織委員会から明確に方針や具体策が示されていない現状に危機感すら感じています。組織委員会が最終的な判断の主体にはなるとは思うんですけど、そこに至る協議であったり、実行委員会としてどのようにその協議に関われる、判断に関われるのかといったあたりをちょっとはっきり明確にしてほしいなということは思いますね。